はい、今回もまさにね、誰やねんと。いいですね、もう誰やねんじゃないとダメですね、俺の場合は。名前が読めへんな。トーマス？ピナ。ピナじゃなくても。トーマスピナ。トマスピナ。完全にボランティアな能力。抜け目ないディレイ。ディレイ、そんなすごい能力か？誰でもできると思うんやけど。フィジカル結構ね、184センチ。スペイン人。どうでしょうか。もう完全消えてると思うけどね。はい、トーマス・ピナさん。ピナさんどんな感じ？ピナさん、ピナさん。ピナさんは、現在35歳。現役なんや。ムルシア。スペイン3部。おほほほほ。粘ってんね、おい。スペイン代表のキャップなしと。もともとは、どこのユースかもわからないユースと。で、マジョルカ。ビジャレアル。ビジャレアル3年なかった。で、なんでか、ベルギー、ミヤコーチ、アラベス、で、またベルギー、そして、金に磨くらんだのが中国。で、スペイン3部に帰ってきたと。まあ、パッとしなかったってことかな。何試合出てるとかもよくわからないんでね。ちょっとどういう感じかわかんないですけども。まあ、一番キャリアのハイライトが、そうね、ビジャレアルかな。他はもう点々やな。ベルギー行ってる時点でやばいでしょ。あとアラベスもか。アラベスこれ2部か 1部わからんけど、多分2部でしょ。アラベスこの時1部おったっけ、よくわからんの。どっちにしてもね、もう35歳ですから、いよいよ終わりが迫ってきてるという感じで。そして現在3部で頑張ってると。とりあえず今シーズンは頑張って試合には出てるというところですかね。いや、すごいよね。こんな選手を紹介するこの俺。これピナーさん逆にさ、感謝してくれへん？あんたを紹介してるわけやから。だから逆にさ、俺のとこに金振り込んできて、マジで。500万。この動画500万ぐらいで価値あるやろ。世界中に発信するわけやから、ピナを。はい、まあ、そんな感じでね。なんてこれサムネ、ネーミングしようかな。悩むわ、マジで。